今回は終盤まで関わってくるんじゃねえかなと思ってたけど、やっぱ死ぬんですね。パンツが落ちてる パンツ落ちてるよ、ピンク色の。やっぱマヤさんのパンツか、これは。だけえれい目にあったぜ。よく無事に済んだもんだ。このパンツ取り囲んでる様がなんかシュールだな。はっ まあ、いなくなるわな。あれはお前さんなんかよりよほど修羅場くぐってる。俺らは先でどこぞから陸に上がったんだろう。レベルの差を思い知らされたよ、今。62だったからな。勝ち目がない、我々には。君、美咲とはどういう関係なんだ。向こう側とは何なんだ。そうだな。純はまあ思い出せないか。ただずっと前から知っているとても大切な人だったような気がするんだけど。まあ、前作恋人関係になり果ててしまったからな。そうか。兄ちゃんが義理の兄貴になってしまうかもしれんな。これでジョーカーは死んだわけだし、一件落着なんでしょ。これでようやく普通の女に戻れるわ。ジョーカーは死なないっつってたけどね。達蔵の企みは何も分かっちゃいねえだろうが。まあ、そこが諸悪の根源か。須藤親子のこと、ジョーカーのこと、美咲のこと。美咲のことはまあともかくとしてだね。でも被疑者は死んだんだ。捜査本部に連絡しておこう。どうだろうね。やめとけって言ってんだろうが。殺なんざクソの役にも立たねえ。殺に向かって殺なんざクソの役にも立たねえって言っちゃう感じがすごいな。もう一度言ってみろ。そりゃそうなるわ。頭が硬いだけじゃなく耳まで悪いのか。それとも桜の大門を背負ってなきゃ何もできないのか。パオフ。落ち着け、パオフ。お前らに達蔵があげられるんならやってみせろ。まあ、確かにな。分かった、これで失礼する。達蔵より先にお前が豚箱行きになると。確かにこの場で捕らえてもいいぐらいだと思うがな。パオフは。私もこれ以上はごめんだよ。前もこれ以上やばいことに首突っ込むのやめときなって。まあな。パオフーと二人きりかよ。アマちゃんどもが。まあ、ここまで、できりゃ御の字か。お前さんも辞めんのかい？でも辞めちまったら、どうなんだろう。でも、パオフーとの関係は一応達成はしたか？パオフーは、ジョーカーと会うっていう、それを果たしたわけだよな。まあ、死んだけどさ、相手は。へそを来なくちゃな。じゃあ俺はもう一度ヤサに戻って達蔵の動きをって。ヤサ、お前さんも一度会社に戻ってみちゃどうだ。ずっと開けっぱなしじゃまずかろう。まったくだな。全く働いてないからな。何しろ後で迎えに行ってやるからね。来ないでくれますかね。できれば電話とかで済ませてもらえるとありがたいんですけど。タオフーと二人きりかよ。嫌すぎるな。足摺岬、君は一体。そうか。ジュンはどうするんだろう、これから。ああ、一人きりか、ガチで。よく知らないんだけど、月刊バトルマスターズ雑誌。雑誌には興味がないけど。防具を欲しがるおばさんが出てくる時代か。穏やかじゃないな、本当に。不思議っす。科学館が燃えること前に夢で見た気がするっす。こいつ、向こう側のことがちょっとわかるんじゃないか。だとしたら、この警察署も燃えてるはずっす。いや、やっぱ何かの勘違いっす。こいつ、向こう側の記憶があるみたいだな。待てよ。今入れんじゃねえか、これ。うららの部屋。鍵、あ、でも鍵かかってるっけ。鍵かかってるか、これ。あー、くそ。残念すぎる。いつ見れるんだ、うららの部屋は。あ、イベントか。あ、マヤ。お局さんを探してたわよ。すごい剣幕だったから急いだ方がいいと思う。水野編集長か。やれやれだね、本当に。ん？誰だ？今日はどうもわざわざご足労いただいてありがとうございました。誰だこれ？スーツっぽい。
誰だろうね、天野。あなたがいつまでたっても連絡よこさないから私はこうして、あ、こいつがワンロン千鶴か。めっちゃ美形。まあいいじゃありませんか。石神千鶴、ワンロン千鶴の名で時の人となった。ワンロン占いの美人占い師、めっちゃ美人だな。あ、スーツじゃねえな、なんか結構軽めの服を着ているな。めっちゃ舐めるように見られた今。面白い層をしてるわね。私が占ってあげるわ。怪しい。自分が自分でないようなそんな気がしてるわね。自分より年下の男のことで悩んでる。うん、生きていて楽しい。生まれてきてよかった。なんだその言い方、占い師らしからぬ言い方だな今のは。苦行のための世界なの。輪廻転生の輪の中で、輪廻転生の輪の中で永遠に生きる苦しみを背負わされた罪人の世界。前世のあなたは一体どこにいたのかしら。パラレルワールドだからな。しかし見えているのかこいつには、うん、過去だけじゃなく別の世界の自分と。あなた変わるわよこの世界と一緒にね。なんなんだこいつは。これ全てを見透かしてくるやつが一番嫌いなんじゃ。こいつ燃やせ本当に。ニャル様じゃねえのか千鶴、ワンロン千鶴。千鶴さん直々に占ってもらえるなんてそうはないんだから。これ見透かしてくるやつは大概怪しいんだよなこのゲーム。なんか握ってんだよ見透かしてくるやつ。あのババアといいさ、時間上の主といいさ、全くあなたって人は。まあいいわ、取材の結果も求めて報告してちょうだい。よし、じゃあ今日はここで終わっときましょうかね。じゃあありがとうございました。さて前回は、キングレオを打ち倒したところまでかな。博物館か、ソロの博物館が終わったところまで行きまして、まあね、なんか最初の方のコメントでというか、まあ縛りプレイに対して、縛りプレイっていうのもあれなんだけども、マヤさんのね運縛りに対してね、まあ賛否両論あると思いますが、ちょっとねなんか序盤はなんか罰は辛いぞみたいな、罰の序盤の戦闘は結構厳しいぞみたいなコメントがあったんですけど、まあ、その割に結構なんとかなったので、そこまででもねえなと。あんま罪と変わんないというか、まあ、むしろ戦闘システムに関してはかなり快適になってるんで、全然罪より楽というかね、戦闘もあの簡易にできるんでね、あのエフェクトとか消したりできるんで全然楽なんで、まあ縛りというか、なんつうか、なんだろうな、プレイスタイルというか、なんかあんま縛りって言っちゃうとね、この動画最後までやり通さなきゃいけないみたいな感じになって、あんまり言いたくないんだけども、ちょっと飽きたらやめちゃうタイプなんでね、縛りとか言っててもね。なんで縛りとは言いたくないんだけども、でも縛りプレイって言っとかないと、なんかあの金魔門使えよみたいなね、変な人が出るかもしれないので、知れないんで、一応縛りっていうことにしときますけど、もうちょっとね俺を苦しめてほしいと、もうちょっと難易度上がってもいいんじゃねえかっていうふうに思ったので、とりあえずアイテムをね使わないようにしようと思います今後。まあそんぐらいだな。なんだっけあれ、インセンス、インセンスとか、インセンスは使えるようにしましょう。インセンスはパオフーのみに使えることにしましょう。インセンスは全てパオフーが貪ります。であとはね、一応全部、あ、雑誌もありにしてくれ。インセンスと雑誌ありで、それ以外、まあ重要そうなアイテム、この辺はもう重要そうなんで、この辺はまあ持っとくとして、それ以外はもう売りましょう。売って金にしましょう。で一応装備とかは普通にやります。装備ペルソナあたりはね、まあそんぐらいですかね。あとは運縛りのみと。まあいけると思うんだけどな、そんなになんか言われてるほど辛いとは感じなかったんで。早く仕事なさい、本当に手のかかるとね。あ、ちょっと待って、報告書どうしたの、早く仕事なさい、本当に手のかかる子ね。ちょっとね、パート1から編集長の声はどうしたみたいなコメントがあったからね、やっとかないとな、こういうのは。そういえば雑誌応募はどこに届くんだろうな。ああ、イベントか。あ、ユッキーが絡んでくれる、ありがてえ、さすがワンロン占い。あ、そうだ、前回あれか、ちょっと前回やってから間が空いてるんですけど、ワンロンなんとか、あ、そう、こいつこれ なんだっけ、ワンロンなんとか子みたいなやつ。やべえ、前回プレイして間が空いてる上にまだ編集もしてないんでね、全然覚えてねえや。ワンロンなんとか子だよな。なんだっけ、全然覚えてねえわ。あ、みんな呆然としてる。ユッキーが受け取ってくれるのかな、雑誌の応募みたいなやつ。あ、ワンロン千鶴。こついてなかったわ。こついたらワンロン千鶴子だったな。千鶴子、千鶴子でいいや、千鶴子で。
ちょうど今その後藤人が出てる特番を見ててね、ジョーカーの正体占う、あーなんかあれだな、逆転裁判を思い出すな、なんか犯人を占うみたいなさ。実際ここまで当たるんだったらね、凶悪犯罪とかもさ、ボロボロ解決してほしいよな、占いでズバズバ当てちゃうんでしょ、だって、うん、ジョーカーというワンロ占いにおける汚れ、罪や妬みなどに邪気に疲れた人間です。あなるほど。でもそれだったらそんなに計画的に犯罪とか犯せるのかな、失敗しそうだよな。汚れに満ちた理由で守護霊はこの周期に入ると強運に見舞われます。なんか運が悪くなりそうだからな。まあでも身の破滅を招くみたいな、そういう感じか。確かあれだよな、うわ、まあ、やべ、人名が全然出てこねえ、人物名が、あのああ人物名がいかん、もういかん、頭がもう脳細胞が死滅してるね。天中殺や暗剣殺、あーなんだっけ、いたよな、あの不良のさ女の子、不良の女の子もさ、ジョカだったよね。うわーちょっと悔しい、なんで名前出てこないんだろう、今日いかんな。最近なんかあれだな、酒の飲みすぎで本当脳細胞が半分ぐらい死んだんじゃないかってさあーいかん。そのりこのね、のりこがお姉さま、なんでのりこが出てくんのにさ、そののりこのお姉さまの名前出てこねえんだよ。のりこがお姉さまって呼ぶ子がジョカだったから、そこでちょっとなんかまた関連してきそうな、なんかみんなジョカになりそうだな、あの前作の四天王みたいなやつ、クイーンアクエリアスしかり、プリンストーラスしかり、みんななんかジョカに取り憑かれた人間が旧仮面党員みたいな感じで徒党を組むみたいな。でももう早々にキングレイは退場しちゃったからね、うん、ジョカまじないとしてはいけません。まあな、ジョーカーに取り憑かれのまじないを起こった人自身がジョーカーになってしまうでしょうと。ジョーカー繁殖すんのかよジョーカー繁殖すんのか、これが狙いだったのかな、むしろあのキングレオとしてはジョーカーが増えると。なんと、ではジョーカーとは、つかこれ、このワンロン千鶴がさ、ワンロン千鶴子がこんなこと言わなかったらさ、絶対ならねえんだよこれ。この千鶴子が言っちゃったせいで、このジョーカーが増殖するみたいなことがね、また現実になるわけでしょ。バカなのかと千鶴子は、つかわざとだろうけどな、千鶴子クソ怪しかったもんな、前回の千鶴子のさ、去り際のニャル様っぽい雰囲気、すべてパワフルなアジトあるのか、まあそれあるよな、え、見せてくれんのか、まあ、いかにも配線がなんか気持ち悪いな、黒と赤のコードみたいなやつ、うねうねしてるな、私だ誰だよ、そうか、あれがな、盗聴してるのか、多分あれだろうな、親父だろうな、あのキングレオのなんだっけ、達蔵だろう、達蔵、構わない、生きてるだけ無駄な男だ、うん、安全な計画に支障はない。これはなんだろう、息子がどうのこうのみたいな話なのかな、須藤達蔵、誰だ、一体誰と話してる、そうだな、なんか計画的な話をしてたな今。ちなみにパオフはゴールドスーツ最後まで着させてもらいましょう。パオフは最後まで初期装備縛り、ゴールドスーツのみな。ああ、いるじゃん、あれ島津管理官、今台湾マフィアが右にいたじゃないか、あの前回出てきた傷がある男だろうね、頬に傷のある男、名前はまだ出てなかったよな富樫所長かっこいいめっちゃ渋い、富樫所長、名目上連続猟奇殺人事件特別捜査本部の本部長を務める江南市の警察署長、島津より上か、うん、よかった、島津より上官がいてくれて、なんか今の署長はなんか信じてくれそうだな、兄貴の話をでなんで普通にいるんだよ、この中国人、台湾人みたいなやつ、うん、報告を読ませてもらって一度病院行ってきたまえ、お前は本当に全く俺の聞く耳を持たないな。管理官、じゃああの飛行船は何なんです？本当だよ。説明してみろ、科学的な根拠をもってして。事実関係は調査中だ。病院の件もガス爆発による火災と聞いている。生存者はゼロ、遺体の損傷も激しい。病院が燃えたのか？病院の件も、あ、燃やしたのか誰か。あの、台湾マフィアの死体で溢れてたから。それが誰かわからないと。火事で病院の人間全部が死んだと。火つけやがったな。多分このマフィアかな。マフィアっていうかこの頬に傷のある男かな。まだマフィアかどうかもわかんねえな。頬に傷のある男。まあ多分マフィアだろうけど。君の寝言に付き合う義務もない。
うぜえ。こいつだけは許さん。ジョーカーまじないしようぜ。島津管理官殺してもらおうぜ。本部から入電、殺人です。馬場と同一手口で複数多発。もう広がっちまったようだな。まあキングレオが死んじゃった時点でそのオリジナルの馬場はいなくなってるはずなんだけど、ジョーカーまじないでジョーカーが自分がジョーカーになっちゃうみたいな、それでまた殺人が広がるみたいなことかね。やってしまったね。これは今までの会社の周辺をもう一度的に洗い直せ。ということはウラーラが危ないと。ウラーラがねほのめかしてましたよね。ジョーカーまじないうんぬんみたいな、うん、これ以上指揮官なんだろうな、警察用語はわからんよ。須藤達三の内定を進めるべきです。刑事ドラマとか見てたらこういうのわかるのかな、詳しくなりそうだな。足摺巡査部長、ああ所長まで2週間の謹慎を命じる。これ以上捜査を妨害すれば査問にかけねばならん。マジか、所長はいいやつだと思ったのにな。誠実って書いてある上に、所長の頭上に誠実。こっちに対しては何のツッコミもなしだったな。明らかに怪しいのに。いいデカだ、あんたたちと違うね。こいつもこいつでなんかまたあるのか、うん、父親譲り、おっ、もしこいつら知ってるのか。父親譲りというところですかね。所長いいデカだとか言ってさ、それを認めるような形になってるな。所長の眼光が鋭い。こいつらなんか知ってそうだな。噛んでそうだな。一枚噛んでるだろうお前ら。電話した人間の通話記録だ。一匹逃さず納品しろ。上条、新条、誰だ、また新キャラか。癒着しとるねこれは。芹沢、あーやはりか。なんかこれはあれか、ジョーカーまじないをしたやつの人物のリストか。そいつは捨ておけ、やつらには別の役目が。管理官やっぱこいつは殺すべきだったんだな、そうそう。でも別になんかペルソナが使えたりするわけでもないんだろうな。だとしたら兄ちゃんが気づきそうだし、クックコマは多い方がいい。せいぜい派手に動いてもらおうか。なんか前々になんかあれだね、インスマスズラっつったのもあながち間違いではないのかもしれんな。ちょっとなんか絡んできそうだな。おでゴールド、久しぶりのゴールドか。うららの特訓が見れると。あ久しぶりだ、懐かしいな。前このサンドバッグぶち壊したけどね、うらら。砂が出てきたよな、中身が。私には関係ないわよ。うらら、これ着替えたり してないんだな、全然。私服のまま打ち込んでたんだな。しかも動きにくそうなこの格好で、うん、あとはどうなると知ったこっちゃないわ。しかしやはり心配だろうに。いい動きだな、結構細かい動きするな。ドットでドット単位の動きをしてるな、ステップが。ワンノン千鶴が言ってたんだけどさ、ジョーカーまじないをした人は自分もジョーカーになっちゃうってやつでしょ。本当になっちゃうんだよ、そうやって話してるから。これうらら、前作のあのシャドウみたいな感じになりそうでやだな。シャドウうららみたいな感じでジョーカーうららとか言ってくんだろ、どうせ。大変なことになってまいりました。ジョーカーは一人ではないということですが、たった今臨時ニュースが。テレビで報道した瞬間、あ、森本病院でガス爆発、あ、燃やされたか。看護婦が死んでしまったな、看護師が。ナースさんが一人いたのにな。つかあの人しかいなかったよな、生きてる人。焼け跡から職員や入院患者と見られる。あ、他にもいたんだ、一応入れない病室だったけど、そこにもいたんだな、患者。生存者はなく死者数は。結構な数になるんじゃない、そしたら。そうか。それで検証の応募は誰が受け取ってくれんの、誰がくれんの俺に。何してもこれは記事になるよ。編集長これをインタビューしてたのに。編集長まで絡んできたらめんどくせえぞ。やめろそういうの。ワンロン地図の占いはよく当たるし。患者の心理状態がカウンセラーに移るっていうじゃないか。そんな感じで狂気が伝播するとしたら、カウンセラーに患者の心理状態移っちゃったらカウンセラーは務まらないと思うけどな。どうなんだろう、本当に映るもんなのかね。一
人を呪わば穴2つ。ちょっと信じられないなと。そうか。まあ信じない人が多ければ。おっ、ユッキーの新顔グラフィック。なんか猫っぽい、猫娘っぽい顔だな、これ。ジョーカーまじないしたやつまでジョーカーになるだって、そんなバカな。まあユッキーは全然今回は事情知らんからな。おっ、直接届くのか。検証へのご応募誠にありがとうございます。落選されてしまいました。まあ、一通だからな。直接箱が置かれるわけね。しかし、まだまだ今のマヤさんのラックでは、一通送ったぐらいじゃ届かんということだね。ちょっと、月刊、俺雑誌に頼っていく攻略パターンになるかもしれないな、今回。この運を生かすには雑誌ぐらいしかないからな。まあ、強力な武器、防具が届けばいいんだけどね。ああ、パウフ。本当に来やがったのか。怪しすぎる。どうして青い顔してると。お前知らねえのか。情報に疎いやつだな、お前は。それでも情報通過よ、お前は、本当に。さすがに手が早い。そんなニュースはデタラメだ。達蔵だよ。野郎、病院に火つけて消防を消しやがったんだ。なるほどね。飛行船のこともどっかで息子を監視してるやつがいたに違いねえ。相当広く手を回してやがると。じゃあ、達蔵は知ってるわけか。さっきまでの事件。自宅の電話を盗聴したんだが、後始末だの計画はどうしたのと言ってたからな。相手が誰かまではわからねえ。まあ、島津とか警察官の皆さんが怪しいよな。所長と島津が怪しいよな。どうしよう。勝也さんと合流しましょう、そりゃ。気は進まねえが、それしかねえか。そうだな。まあ、警察でもはぶられてんだけどな。その女の占いが放送されたとなると、街中でやばいことになってるかもしれない。完全に恋犯だよな。あのワンロン、千鶴子はさ。千鶴子はもう完全に俺はニャル様だとみなしてるからね。なぜ足ずりのやつに突っかかるのかだと。別に突っかかっちゃいねえよ。ただあのアマちゃん見てるとどうにもイライラするだけ。アマちゃんか。やっぱ刑事だったんじゃねえのこいつ。前回の警察署の感じといいさ。元刑事とかかな。アマちゃんとか言っちゃうぐらいだからな。聞いた前、おまじないした人もジョーカーになっちゃうって噂。やめといてよかった。本当だよ、よかったよ。そういうのってちょっと興味あるじゃない。ないよ、やめときなさい。人殺すまじないだぞあれ。なんだかんだ言ってやめろよ。嘘でも人殺すなんていうまじないするの、パンフーっていくつなんだろう。年見れるっけ、ステータスで。年まではわかんないっていうか。パンフーかなり年上だったらね、なんかなんとなく分からんでもない気がするんだが、昔刑事だったみたいな感じで、まあいいか、おいおい分かるだろうどうせ。あ、ちょ、いっぱいある。あれ、俺前回買ったばっかなのにな。買う、通りで少ないと思ったけど、俺店間違えたかな。行く店間違えたかもしんね。いいや、ちょっと買い足しとこ。チェーンメール、網タイツ、金網タイツ。なんで最初からこっち来とけばよかったのか。まあまあいいや。大丈夫大丈夫。話聞いていこう。ジョーカーの出現で混乱する都市生活。予想通りね。当店の品揃え間違いはなかった。鎧を売り出したと。確かにな。まあ噂の効力なんですけどね。全然。ジョーカーまじないすると汚れるんですって。いやですわね。汚れっていうのはな。大体人様を呪うってことが間違いですわ。汚れって発想は良くないな。今の人はみんな汚れているんざますよ。競争心や虚栄心、妬みや恨み。ああ、嫌だ。お前の虚栄心をちょっと覗き見てみたいな。どうした、天野。ここは警察じゃないぜ。いきなりおしゃれに目覚めたか。ああ、明日のところに行く前にね。こいつには絶対防具着させねえな。ああ、今決めました。パオフーには絶対防具を着させません。おしゃれに。おしゃれに目覚めたとかほざいてきたんで、絶対防具はもうゴールドスーツを絶対外しません。こいつのゴールドスーツは絶対固定します、エンディングまでな。じゃあ金網帽子、チェーンメール、金網タイツと。でどうしようかな。まあ、パウフーはそうだな、ゴールドスーツだけ固定にして、それ以外はまあさすがにかぶせてやろう、仕方がない。カウボーイブーツと。よし、まあかなりアイテム売っただけで28,900、29,000円か。
なるほど、すっきりしたな。そしたら、まあ、雑誌、そうだな、パオフの武器もいっか。兄ちゃんだけだな、武器がいるの。兄ちゃんの武器が買いたいんだけども。あ、バトルマスター買っていくか。ちょっと別冊ミラクルとファンタジーワールド応募できないのかな。バトルマスターどうしよう。1万ぐらいは使っていいだろう。まあ、武器がだいたい2万ぐらいやったから。じゃあ、あ、でも噂広げられなくなると困るから、20冊ぐらいにしとくか。手始めに。1万円分。宝くじ感覚だな。1万円分とか言うとな。よし。子供の火遊びなん、子供の火遊びかよ。空の科学館でさ、どうやって火遊びするんだよ。しかもさ、多分燃え方が異常だったと思うんだよな。入念にさ、入り口からボボンって燃えてたじゃん。実は相当やばいらしいな。テレビでもみ消しの報道やってた。おお、なんだこれ危ない男。鋭い。子供の火遊びで全焼したんだと。親ならともかく全焼は不自然だろ。まったくだな。まあ普通の人間ならそう思うと思うが、これでみんなを騙せるとでも思ってるのかね。危ない男、危ないな、こいつ。さては、ニャル様か、こいつも。もういいな。全員疑っていくのはやめよう。ないことはないか。おお、やったやった。あ、そういえばまだ時間上とか言ってないな。カードが買えるっつってたけど。当たらない占い、おっと。ジニーがワンロン占い始めた。ちょっと、どうなんだろうな。ワンロン占い。まあいいか、占ってもらいに行くか。私はあの科学館を建設当時から見てきた。おお。だがやはりあの飛行船はただのハリボテだったぞ。そうだ、結構新しいんだね、あの科学館。それか、このマスターが100年近く生きてるとか。その可能性もまああるか。